あれ？そういえば神ヶ内村の謝礼ってどうしたんですか？出土ナンバー 5-D2828号、通称南極二公式土偶も盗まれなかったし、ミイラだって見つかったし、スキャット美香子にはスリット逃げられましたが、それはアホどもの責任だし、芥川さんは捕まったんですから。おい上田、聞いてるのか。おい、静かなること、林のことし。はい。優が俺と矢部さんを手錠で繋いで一人でとっとと帰ってしまったんじゃないか。それとこれとは、謝礼はすでに国門島近くの名もなき小さな島に行くための二郎号の駐車代、飛行機代と船代、そしてバナナボートで消えてしまった。優もかなり楽しんでたようだな。何？せっかく牛角の骨付け壺付けカルビを腹いっぱい食おうと思ってたのに。壺付け骨付きカルビだろ。おや上田さん、私たちなんで動かないんですかね。山だからだ。山田、体、私のホルモン全開の体の魅力で。違う、それにホルモンじゃなくてフェロモンだろ。焼肉に取りつかれてか、言う。そういう場合もありますねって、聞きたいのはなんで動いてないんですかということですよ。だから山、山だからだ。だらかだまやまやらかだ、逆さ言葉じゃないのか。動かざること山のごとし。ああねえって、なんで上杉達也なんですか。それはタッチ。確かに双子は好きだが、俺の言ってるのは武田信玄、風林火山だ。風林火山、どこの焼肉屋ですか。もう焼肉の話はいいだろう。よく見ろ、俺たちは一見動いてないように見えるが、実は少し動いてるぞ。そうですか。よく見るんだ、少し動いている。動いてないですって。いや、確かに少し動いている。両目で見るから分からないんだ。右目はわずかだが、見ているものの角度が左目とはずれている。これで我々人類は物を立体として捉えることができるわけだが、この場合左目が見ている角度では認識できる動きが、右目が見ている角度では認識できないんだ。右目をつぶってみろ。さあ早く。それは左目だろ。右目だ、右。私の目には動いているようには見えませんが。いいか山田。はい。君に動いているのが見えないのは私を見てないからだろう。はい。さっきから正面ばっかり見て私の方を見てないじゃないか。え？避けない！それそれそれ、シャンパンだ！おい、逃げるなって、また落ちたないじゃないか。